節分ですね。節分ね、まあ鬼が来ちゃうわけなんですけれどもね、鬼の金棒ならここにあるぜ、へっへっへなんつってね、キャーキャーなんつって、これね、嘘ごめん、本当はね、本当はプッチョみたいなサイズなんです。本当はもうこんなちっちゃい、もうプッチョつい、あれなんかここにプッチョついてんなと思ったらね、俺の大事なあれだってなんつってね、これね、だから温泉とか銭湯行こうもんなら子供たちが、ああそこにプッチョある、おじさんプッチョ持ってる、ちょうだいバカ、これ俺のが触んな、バカとか言ってね、勢いだけでお話ししております。どうも皆さんこんにちは、ケースチャンネルです。というわけで、まあ鬼は外、福は内、福がやってきましたねということで、BS プラスのフリープレイが本日から解放されましたね。まあいろんなゲームを私もねダウンロードさせていただいたんですけれども、あの中でも注目はこちら、デストラクションオールスターズ。このゲームはもともと PS5 のローンチタイトルの予定だったんですけれども、延期してこのタイミングでの配信となりました。で、のっけからこれね、フリープレイなんで、2ヶ月間フリープレイということなんで、これはもうね、いいんですか、こんなにタダで遊ばせてもらってもらって。いいんですかというところで、まあ、ただだっつんなら、まあ、ちょっと遊ばせていただこうかなと思いますね。いうわけで、この後ちょっとプレイ、どんなゲームなのかちょっと遊ばせてもらったんで、まあ、こういうゲームだよっていうのを紹介しながらプレイしたいかなと思います。で、まだ PS5 持ってない方とかもね、結構いらっしゃるかなとは思うんですけれども、なんかこういうフリープレイって、アプリでなんかその PS5 持ってなくても確保しておくことできるんでしょ、フリープレイのゲームってね。それを紹介する動画じゃないんで、その辺に関しては、おのおのググっていただければいいんですけれども、まあ持ってなくてもね、なんかその手に入れることができるらしいので、僕はやったことないんで、それわかんない。なんかそのやってみたけれども、実際できなかったですって言われても、僕に言われてもそれはわかんないんですけれども、なんかできるらしいので、まあどんなゲームなのか、ちょっと見ておいても損はないんじゃないのということで、ではちょっとデストラクションオールスターズ行ってみましょう。サービスカットの猫、さあそんなわけで、デストラクションオールスターズ、いやこれがね、やっぱり、ね、PS5 のローンチタイトルとして用意していただけあって、 PS5 の機能ふんだんに使われてます。もうなんだろう、この振動とかアダプティブトリガーとか素晴らしいですよ。まずは簡単に、ゲームの操作を簡単に、すげえ簡単に、ご説明してから、マルチプレイヤーで2つのゲームモードを遊びましょう。合計4つのゲームモードがあるんですけれどもね、今回は2つ遊びましょう。プラクティスでいいかな。まあこれチュートリアルです。まずはね、ゲーム始まったらね、この生身から始まるんだけど、で、あのまずマシンをね、マシンに乗ります。でね、これね、車のゲームやってる方は全然慣れてると思うんだけれども、このアクセルの時とかの最初のガチンっていう感じがあったりね、その感じが非常にね、なんかブレーキとかもう硬いんだよね、ブレーキを踏むとき、そのこっち側のトリガーが、この感触がすっごいね、うわーって思いますね。これこそ PS5 だよ。もう体感がね、なんか全然ね、普通の車のゲームとはまた新しいです。グランツーリスボとかもこんな感じになるのかな。あ、まあブレーキ、あ、そう、硬いんだよね、硬いのさ、グッと押し込まなきゃいけないのさ、この迫力さ。で、丸ボタンでハンドブレーキ、まあこうやって U ターンしたりとか、あとはドリフト決めたいなっていう時に、まあこんな感じ、思いっきりぶつかってるんだけど、まあ、そんな感じになってるねと。で、これね、まあまだチュートリアルだから敵のマシンがいないんですけれども、どうやって敵にダメージを与えるかっていうと、まあ、ぶつかっていけばいいですし、この R スティックを倒すことでね、こう攻撃とかになったり、あとは敵の攻撃を回避する、こういう横サイドの動きとかもあったりします。まあそれは左下に、ね、ゲージがあって、何発でも使えるっていうわけではないんだけど、まあちょっとそのクールダウンしたら使えるようになりますね。で、マシンからの脱出もできますね。マシンから×で脱出できますね、こうやって。ちょっと今ジャンプが低かったんだけれども。で、まあこうやって、この辺にあるコインを貯めていくとゲージが溜まりますので、ゲージが溜まると、まず例えばこの生身の状態になってる時に、ちょっとこういう必殺技を使ったり、これね、炎に当たると、まあ周りのマシンがダメージになって、これはまあキャラクター固有だったりします。この状態で攻撃もできますね。デリャーって。で、敵が近づいたら回避。で、回避したり、こうやって、乗ることもできますね。奪う。こうやってね、結構車をパンパン頻繁に乗り換えるんですよね。回避して、こっからこうでって、ちょっと、細かくは、あ、で、破壊もできます。ドーン。これ、スロー演出になるのは多分これ、オフラインだからだと思いますね。まあ、こんな感じで、やっていきますっていう。よし、来た。
でこういうブロッカーとかをね発動させてこうやって奪いに行くなんていうのもありかもしれません。これミニゲームやって、これも破壊しちゃいましょう。この演出が好きだから好きだから。でね、この地面走ってる時のね振動とかもねすごいね、すごいんですよ。車降りて地面走ってる時の振動もすごいの。あ、食らった。引かれましたね。引かれちゃいました。なんかアストロズプレイルームとかでギュッと凝縮されていたような、そのなんだろう、コントローラーの機能がすごいねたっぷり詰まってるんですね。これフリーズしてね、これ。あ、大丈夫だ大丈夫だ。まあなんていうね、ちょっと説明はね長々となっちゃったら嫌なんで、マルチプレイやっていきましょう。で4つあるんですけど、まずソロ。このメイヘムっていうのは制限時間内にとにかく相手にぶつかって、ポイントを稼いでいって、ポイントが一番高かった人が勝ちっていう、そういうシンプルなゲームとなっております。これやっていきましょう。マッチングしませんマッチングがなかなかしません。さて、ソロプレイのメイヘムっていうねプレイをやちょっとお見せしようと思ったんですけど、なんかマッチングしないので、このモードはちょっとコンピューター戦でちょっと見ていきましょう。コンピューター戦で。さて、ということは目標目指すは1位ですねいや、コンピューターを舐めるなよ、コンピューターを舐めるなよ。さあ行くぜ。全員が敵です。まあ普通にこうやってぶつかっていってどん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 ポイントを集めていけば OK というところですので、ガンガンもう積極的に攻撃しましょう。これがねマルチプレイでやるとね、みんなうめえんだな、みんなね。さあこうもたもたしてるやつどんどん、ちょっと俺今自爆ほぼ自爆みたいなことをして、おーちょっと待って、いけ、あーちょっと全然当たんねえじゃねえか。こんちき照明、車で当たるってほんと難しいよね。あれさ、ロケットリーグとかやってたけどさ、あれもなかなか思い通りに動かねえ。クラッシュ、これちなみにソロモードで遊ぶとこういう演出が入るから、マルチの時はねクラッシュさせてもねあんまりそういう演出入んないので、結構ね迫力あります。 OK OK です。よし、じゃあちょっと車変えてみようかな、車変えてみようかな、あの車に変えましょう。 OK、 行くぜ、積極的に、いけいけ、クラッシュ、もう少し、 OK、 いいよいいよ、あ、いいね、1位ですよ今んとこ。このまま順調に順位を保っていきたいところです。さあさあさあ、うわ大混戦しており、大混戦しておりますよ。 OK、 ナイスクラッシュ。いやこれマジ迫力がすごいよね、迫力がすごいんだわ。でこのアクセルブレーキのこの感じとかもやっべえし、ちょっと待ってね、じゃあ車乗っ取っていくパターン行こうかなと思っております。これね、あーちょっと引かれていきますけれども、乗っ取ろうとしてる人がいますね。なかなか乗っ取りチャンスないよね、むしろ引かれてるよね。乗っ取りたいんだけど、そうそう乗っ取れないよね。よし来た、行くぜ、乗っ取り入ります。四角丸、このミニゲームに勝った時に俺は乗っ取れる。破壊でお願いいたします。 OK、 破壊でお願いいたします。そしてね、スーパーカーを呼べますので、呼んじゃいました。アップね、おいよいしょ。さあこれでさらに差を広げたいところです。さあこの後ろから炎が出るやつでガンガン行きやしょう。うまく敵にダメージを与えられておりませんおりません。敵のね混戦地帯にねちゃんとね行くっていうことも大事だよ、大事だよね。よいしょー、ヒット、おれおやこれいい、すんごい迫力。あ、ちなみにこの穴に落ちちゃうとね問答無用でねアウトなんで気をつけていきたい。ルピタのブレーカーが火を吹くぞ。これクラッシュできるんじゃない、クラッシュ。マルチはみんなうまいからね、慣れるまでねソロプレイの方が楽しいかもとかってちょっと思い始めておりますよ今。いやだって楽しいんだもん、普通にこうやってやって。よいしょな、
今ね正面衝突したらこっちも危なかったんでかわしました。ワイルドファイヤーのブレイカーが準備できた。さあワイルドファイヤー行って、うわーくそ当たらない。あの辺の塊に、いやこれダメだな、気をつけて。ワイルドワイルドファイヤーで燃やしていきましょう。やばいこれやばいこれやばいこれやばい、敵のスキルでまんまと、あーよろしい、1位しょーらーい、ぶねー、さりげにね1位取ったの初めてだコンピューター戦ではよし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 、あじゃあこのまま今度こそマルチプレイで、今度チームプレイのプレイ、ゲームに行ってみましょうか。さあでは次はですねチーム戦のカーネードですね。これ2つのチームに分かれて戦うんですけれども、ゲームの基本は一緒なんですよね。相手の車にぶつけて、そうするとポイントが入るの でポイントが溜まった状態でゴールに行くとポイントが加算されていくっていう状態ですね。さああとはやりながらねちょっとこれがゴールです。トルネードになってる。ポイントをゲットしたらそこに突っ込めばいいっていうね、そこに突っ込まなきゃ獲得したポイントがパーになるっていう、そういう感じです。さあ同じキャラ選べるね、ルピタ2人いるね。さあ行くぜ、まず車をゲットから始めるんだけれども、俺はね速い車をゲット、あーえいえいえい、よっしゃ来た、うわいしょー。さあまずは車、ギアをねゲットしていかなければいけないので、相手の車にダメージを、あいいね、あの車にダメージを与えに行くぞ。これ与えられなかったね。おっとこれは俺がダメージを与えられたか。あちょっと待って混戦で、あー味方とぶつかって、うわやばい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 、相当やられてる相当やられてる。これは車を変えなければいけない。敵がいませんちょっと待って、全然敵がいない。どこにいるどこにいる、多分ね俺のね後ろぐらいにね、おーっと危ない。今のは激しいアクションだったね。奪いたいな、ダメだな。よし取っちゃうぞ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 、奪う、このゲームは奪った方がいいです。そうすると敵が持っているポイントを奪えるので、その奪ったポイントをトルネードに突っ込んでポイント入りました。 OK ナイスナイスです。今のは素晴らしい。デトネーション、ウピタのブレーカーはいつでも火を吹ける。火を吹いちゃいましょう。そしたらよし行くぜ、今度は自分で貯めていきたいポイントをぶつけていきましょう。よしナイス、あ今のよしよし、ヘビーヒットで3ポイントゲットして、特大ポイントじゃないけどいいと思うよ。オッケー、あいや今のはどうなの、とりあえずこれポイント入れていく。よしよしよし、だけど結構やられてます。ダメですこのままでは、このままでは負けてしまう可能性があるよと。まだまだ勝負は始まったばかり、慌てるような時間じゃないぜというところからのポイントをゲット。あーこれ燃えて俺にダメージが入っちゃうやつを、ひっくり返って、車が壊れる前にこのギアをぜひともポイント入れに行っちゃいましょう。もうこれ壊れちゃったら困るから、車が、よしよしポイント少しでもいい、でも1ポイント入れてもしゃあないな、1ポイント入れてもしゃあない。これはこのチームは流れをつかめていないような。オッケーオッケー、あなた私に挑戦するからさ。鳥取が失敗しましたっていうか待って待って、全然すっげーやられてんじゃん、すっげーやられてんじゃん。っていうか俺のこのいい車があった、いい車、おお強烈なの狙わせたね、いいね、これちょっと待って、これおっしゃ、全員でブレーカーだ、会場に炎、熱い5ポイント獲得して、邪魔なんだよ。あでも壊れそうだからもうこれポイント突っ込みましょう。よいしょ、期待でもうメラメラ、じゃあ助走し直せば人は元通りになるさ。
ちょっとずつ追いついてきてるんだよね。ちょっとずつ追いついてきてる。少しずつポイントが。頑張れ頑張れ。これポイント最後入れたい。ポイント最後入れたい。入れてなかった。くそ。惜しかった。惜しかった。ああ、負けたわ。負けた。いやすげえ差ついてたんだけど、じりじり追いついててこれいけっかなと思ったけどダメだったね。ダメだったね。ああポイントは僕はまああんな感じでまあ中間な感じですかね。与えたダメージ525。はい、そんな感じでしたね。これでポイントが溜まっていったりコインが溜まったりするとこうねキャラクターのカスタマイズができると。エモートとかもありますね。まだ僕はあの3000コインぐらいしかないのでちょっとまだ何もできない。あとマシンエモートとかほらほら、わおわおわお、いやすげえいい。それだけじゃなくて、プロフィールのアバターとかも、まあ、こうやっていろいろあったり、まあ、バナーもいろいろ変えられますね。で、ポイントの購入もできます。そうなんです。まあ面白いと思ったらぜひお金を使ってね、まあ、ゲームを盛り上げていい、いいんじゃないかな、なんてちょっと思っております。はい。ということでね、デストラクションオールスターズ、これがね、フリープレイであるにも関わるんですけど、結構面白いですし、PS5 のね、なんだろう、性能をふんだんに生かしたようなゲームになっておりますので、まあ、PS5 持ってる方はぜひ一度ね、触れてみてはいかがでしょうか。ちょっと盛り上がってもいいゲームなんじゃないかなと思っております。なんか、ゲームのワンプレイ自体も結構、ね、コンパクトで短いんで、さっと遊ぶのにいい。いや、でも今んとこちょっとね、まだね、マッチングにちょっと時間がかかっちゃうので、さっと遊ぶっつっても、待たされんのもな、みたいな感じになっちゃってますけど、これでも夜とかになって、ね、盛り上がってくるといいんじゃないかと。ね、盛り上がってね、もうこんな盛り上がっちゃってね、これ鬼の金棒でこれ節分だからって豆パンパンやられて、痛い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 、俺の金棒痛い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 って嘘、ごめん、嘘。ごめん、嘘ついた。俺本当はこんなちっちゃいグミみたいなサイズ、グミみたいな。このグミついちゃってる、ここにいいなって、これ。あ、なんかここにグミついてんなとか、これバカ野郎、これ俺のバカ野郎、どうもご視聴ありがとうございました。また次回、何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。